はい、こんにちは。地域アプリ認証研究会代表の方です。今日お伝えさせていただきたいのはこちらになります。座骨神経痛非常識な原因っていうのを今日はお伝えさせていただきたいと思います。今日はですね、座骨神経痛です。座骨神経痛結構多いと思います。実際になった方もおられるでしょうし、まあ、すでに今やってますという方もおられるでしょうし、あと、まあ、治療科の方ですね、治療科とかセラピストの方で、まあ、普段臨床でね、座骨神経痛を見るケースは結構多いと思いますので、まあ、今日言う内容というのは非常識な内容ですので、まあ、一般的にはそんなことありえないだろうと思われるかと思うんですけど、まあ、実際私の臨床上は、座骨神経痛の背景にはほぼこれがあるっていうふうに思ってます。で、実際、それを、取り除いていただけると、ほぼほぼ結構きれいに取れたりとかしますので、まあ、ちょっと参考にでもいいですので、していただけると嬉しいかと思います。で、まずその座骨神経痛ですね、座骨神経痛。まあ、座骨神経痛では、お尻から、あと足ですね、下肢って書いて足にかけての、まあ、神経、こう、大きな神経がこう通ってるんですけど、それが座骨神経って言って、その、神経に沿って出る痛みとか痺れのことを座骨神経痛っていう、まあ、病名ではなくて症状名としてね、一般的に言われてるってやつです。なので、右側だけ、お尻から足の、まあ、外側にかけて、足が痺れるっていう方もおられるし、左側が出るっていう方もおられるし、まあ、中にはもしかしたら両方ね、出るっていう方もおられるかもしれませんけど、大概、まあ、どっちか片方じゃないかなと思います。で、一般的な原因としては、こういう脊柱管狭窄症って言われる病気とか、まあ、これ背骨のね、背骨が変形してしまってっていう部分の病気とか、あと、椎間板ヘルニアですね。ヘルニアで神経圧迫してっていう部分で、足が、の方に痛みとか痺れが出てるっていうふうに一般的に言われてるんですが、まあ、実際これで、座骨神経痛になってる方っていうのはもう本当、めちゃめちゃ少ないと思います。こういう本気のね、症状に出てる人っていうのは、ほとんどの場合はもう、この原因不明ってやつですね、原因不明。っていう形で、何かしら、こう、血流が悪くなって、痺れっていう形で出てるっていうのはほとんどじゃないかなと思うんですよ。で、今日言うお話っていうのは明確にこういうね、症状があって、痺れてるんだったら、それはちょっと今日の内容は当てはまらないんですけど、まあ、このその他の原因不明のところで、ね、原因不明のところの座骨神経痛には結構当てはまるんじゃないかなと思いますので、まあ、そういう内容をちょっとお伝えしていきたいかなと思います。なので、一般的にね、これ、まあ、座骨神経痛出ましたとすると、まあ、体の歪み、骨盤の歪み整えたりとか、股関節の、ね、動きを良くしたりとか、お尻とかの筋肉とか、足の筋肉緩めたりとかすることで、血行を良くして、こういう痺れを取っていくっていうことをやっていくんですね。で、まあ、ただそれが、まあ、常識的な話で、非常識な部分っていうと、この私の臨床上を、この座骨神経痛のその背景、にどういう問題があるかっていうと、私の臨床上では、これですね、これサイキックアタックですね、背景にはサイキックアタック。サイキックアタックというのは、まあ、人の念ですね、人の念が絡んでるっていうケースが圧倒的に多いです。人の念絡みです。何かしら痺れが出てる人は、誰かからそういう念を送られてるってちょっと怖いですけど、まあ、相手が何かしら関係性において何かしら思われてるっていうことですね。思われてるっていう、もちろん思ってる人は無意識にそれは送ってますので、その関係性において何かしら、そういう意識が飛んできてるって、それが体に悪影響を及ぼしてて、こういう座骨神経痛っていう形で出てるケースがほとんどと、考えています。で、じゃあ、そのサイキックアタックっていう部分で、実際、まあ、これが、背景にあったらどうするかっていうと、まあ、単純に誰から送られてるのかっていうのを、明確にして、で、その、念を取り除いていくってことをやっていくんですよ。そうすると、結構綺麗に取れていったりとかします。で、もちろん筋肉とかね、関節とか落ちたり、問題とかも、まあ、ほぼ私とかやらないですけど、そういうのなくても、ほぼほぼ結構綺麗に取れていくっていう部分ですね。があるんですよ。だからこの念絡みっていうのは結構見えないのでよくわかんないかもしれないですけど、めちゃめちゃこれ体に影響を及ぼしますので、この念っていうのはちょっとバカにできないっていう部分があります。
で、実際、じゃあ今、症状があります、もしくは、治療科の人でよく座骨神経痛見ますっていう方がおられたら、ちょっと参考にしていただきたいんですけど、まずチェックしてもらいたいのが、左右どっちに出てるかですね、症状が。右に出てるのか、左に出てるのかっていう部分です。右であれば、対男性とか、仕事、お金みたいなのを表現します。体の右側に出る症状っていうのは、男性とか仕事とかお金とかを表現しますので、何かしら対男性との関係性において念を送られている可能性が高いっていう部分で、もしくは仕事関係の人から念を送られている可能性が高いってことです。ただ、仕事関係の中には女性も含まれますので、この辺はちょっと、女性から男性だけではない、決してなくて、仕事関係とかだったら女性も含みますので、ちょっとそこは、分けていただくといいかなと思います。で、左側であれば対女性ですね。対女性からの何かしら思いみたいなのがちょっと飛んできてる可能性があるっていうことなんですね。で、まず一つはそこのどっちに今メインに症状が出てるのかっていうのをまずは明確にしてほしいっていう部分が一つですね。で、あともう一つは、主にどこに症状が出てるのかっていうことですね。主にどこに症状が出てるのか。お尻がメインに痛みとかしびれが出るのか、もしくは足の方にメインに出るのかっていう部分ですね。一概に絶対的に分けることはちょっと難しいんですけど、なんとなくこう大きく分けてもらうといいかなと思います。で、これにも結構意味があってね、例えば、お尻の方に、メインにこう痛みが出るっていう部分であれば、お尻の筋肉っていうのがやっぱり関係するんですね。で、そのお尻の筋肉っていう関係するのは、まず一つは、内臓ですね、内臓。で、お尻の筋肉と、連動する内臓っていうのは生殖器に当たりますので、女性だったら子宮とか卵巣、男性だったら前立腺とか精巣に当たるんですね。なので、お尻の筋肉の方に何かしらある場合っていうのは、ちょっと生殖器の部分が内臓でいうと絡んでる可能性があるってことですね、生殖器。で、生殖器の部分が絡むということは、その背景に何があるかというと、まず一つはその女性性の否定ってやつです。女性性の否定。男性性の否定もこれは、含まれるかもしれないですけど、例えば女性として何かしら、この念を送ってる人がね、送ってる人が、送られてる人に、対して、何かしら女性性的なこう否定をされたみたいな思いがあると、そういう形で、念が飛んでくる可能性もあるし、もちろん男性として何か否定されたっていう部分であっても可能性は高いっていう部分ですね。で、もしくは男女関係です。男女関係。男女関係のトラブルの部分とかがあると、結構生殖器にいろいろな問題って出やすいので、その辺の絡んでる可能性が、結構あったりとかもします。あと、もしくは性の問題とかっていうのも結構あったりとかするんですね。なので、お尻っていうのは、一つは生殖器がちょっと絡んでる、いや男女関係が絡んでる可能性があるっていうことですね。で、もう一つは股関節もちょっと関係しますので、股関節っていう部分で言うと、あれですね、サポートという意味は、サポート、支えるっていう意味ですね。体を上半身を支えているのは股関節になりますので、なので股関節に痛みがあるとか、股関節に何かしら、その周辺に何か問題が出ている場合っていうのは、何かしらサポートされてないって思いがあったりとか、逆にサポートできてないっていう思いがあったりとかする場合もあるんですね。なので、そういう支えるとかサポートして、して、されてない、もしくはできてないみたいな思いがあると、股関節周辺、お尻や周辺に何かしら症状が出る可能性があるっていう部分ですね。なので、もしお尻ら辺に何かあった場合は、その念を送ってる人が、さっき言ったように何かしら男女間のトラブルがある可能性もあるし、例えば女性の人で、右側に、しびれとかが出てるんだったら、なんとなく思いつく人があの人かなっていう人が男性であれば、それがもっと、ね、例えば恋人であったりとか、今のパートナーであるかもしれないし、夫婦間かもしれないし、ちょっとそれは人によって違うと思うんですけど、その人から何かしら思われてる可能性があるっていう部分ですね。そういうのも結構関係したりとか、それで、結構多いのは元恋人からの念が飛んできてます。また結構多かったりします。これ男女ともに。なので、そういう形で、坐骨神経痛が出るとか、元嫁からとか、いろんなこう、恨み、怒りみたいなのが飛んできてますっていうパターンで出るケース、めちゃめちゃ結構多いですので、そういう形で出るパターンもありますね。これ男女ともにですね。なので、そういうちょっと見方をしていただくといいかなと思います。股関節系であれば、仕事のサポートして、してもらえてないとか、全然、
面倒見てもらえてないとか、助けてくれないっていう思いとかがあったりとか、念を送ってる人がね、もしくは、逆に言うと、自分が、例えば、その念を送ってる人が、その人に対して、なんかこう、もっとこうしてあげたいけど、サポートできてないみたいな思いがあっても、出る、股関節に座骨神経痛として出る可能性ありますけど、どっちかっていうと、ちょっと、こういうしびれ系の念っていうのは、ちょっと攻撃的な念になりますので、怒りとか、妬みとか、恨みとかの、まあそういう系の、念のケースが多いですので、サポートしてもらえてないみたいなケースが多いんじゃないかなっていうふうに思います。でもし逆にというか、今度足の方がちょっとメインで痛みが出てるとかってあれば、足っていうのは、例えば前に進むとかね、一緒に歩むとか一緒に行動するみたいな意味もありますので、なんかもう一緒に行動したくない、この人と一緒にも行きたくないっていう相手を念を送ってる人が思ってたりとか、もうこの夫婦間であればこの人とか、パートナー間であればこの人とはもう一緒にやっていけないとか、別れたいっていうふうに思ってても、そういう念としてね、飛んできたりとかね、するケースも結構ありますので、そういう形で、どこにまず症状が出てるのかによって、ある程度その意味合いみたいなのもちょっと変わってくるのかなっていうふうに思っています。なので、それでね、ある程度、あ、この人かなっていう、左右どっちに出てるのか、もしくはどの辺にちょっとメイン出てるのかっていうのをちょっと参考にしてもらって、あ、もしかしたらこの人からちょっと今念を送られてるかもっていう人が、ある程度該当するんであれば、その該当する人のことを、まあ対策としてね、思い浮かべながら、その念を取っていくっていうことをやっていくといいと思うんです。念を取っていく。じゃあどうやって取っていくかっていうと、まあ私たちはプロになりますので、これ明確にそれ誰からどの種類の念をどういうふうに送られてるかっていう、でそれがどこに影響出てるかって全部検査で調べていくんですけど、ちょっと見てる方はそれちょっと難しいと思いますので、今みたいな形である程度ね、大体でいいので、この人かなっていう人がいれば、その人のことを思い浮かべてもらいながら、浄化のね、動画、要はこの CK アップの、公式 LINE に登録していただくと、浄化できるような動画が特典としてついてるんですね。なので、これ、まあ、リンクの方にもまた貼っときますので、概要欄か何かに貼っときますので、そこからこう、CK アップの方の公式 LINE 登録、まだの人はしていただくと、特典の浄化用動画がありますので、その動画をですね、例えば、携帯、スマホとかね、こう見ながら、スマホで、こう、私がこうやって浄化している動画があるんですよ。で、その浄化をね、スマホで、例えば当てながら、痛いところにこうやって当ててほしいんですよ。足だったら足に当てる。お尻だったらお尻のところに、そのスマホの私が浄化しているこの画面を当てるって感じでね。で、そうすると、あれは念とかもちょっと取っていきますので、その人のことも思い浮かべ、あ、この人が送ってるかなっていう人を思い浮かべながら、スマホをその痛いところに当てていってあげてほしいんですね。で、何回かこう痛ければ、こうずっと繰り返していってあげると、その痛みがちょっと軽減してくると思いますので、そういう形でお尻にあったりとか、足にあったりとか、もしくは頭でも結構ですので、頭にこうずっと見ながらあったりとか、できたらその人かなっていう人を思い浮かべながらやっていただくというより効果的だと思いますので、そういう念をこう取っていくっていうことを実際やっていってもらいたいんですね。そうすると、結構楽になっていくと思いますので、ぜひちょっとね、こういう形でも座骨神経痛、結構改善できますので、参考にしていただくといいかなと思います。非常に効果的だと思います。明確にね、この人って分かったらより効果的なんですけど、ちょっとなかなか分からない人でも、まあ、とりあえず、浄化の動画、もし痛ければやってもらうと、それで効果があるかもしれませんので、まあ、ちょっと参考に、やってみてください。ということで、今日は、座骨神経痛非常識な原因というのをお伝えさせていただきました。これめちゃめちゃ多いですので、座骨神経痛だけではないんですよ。これ手のしびれとか、以前の動画にも載せてると思いますので、ちょっとそっちも参考にしていきながらね、こういう人の思いみたいな意識っていうのは非常に体に影響してきますので、この辺も、視野に入れると、人を見る見方っていうのが大きく変わってきますので、まあ、プロの治療家の人もちょっと参考にしていただければ嬉しいかと思います。ということで今日は以上となります。またチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。